こんにちは、あやなです。今日はあやなとキッチン何日かびかべ。今日はですね、もう少しでハロウィンということですね。こんな意味わからないやつつけてしまいました。チッカーチート、チッカーチート。今日作るのはハロウィン風スイートポテトでございます。学生の時から毎年毎年スイートポテトをハロウィン時期に作るんですけど、動画でやるのは初めてですね。トリコアトリートメントっていうの考えついたけど、絶対誰でも言ってるなって思ってやめました。スイキャスやつなんだ、あやなずキッチン。いつも芋が硬くて暴走するんですけど、私今回は暴走しないように芋を柔らかくレンジでチンしたいと思います。まあハロウィン風って言っても、どこがハロウィン風かというと、最後のこのデコレーションだけがハロウィンなんで、いやそこかぼちゃないんかいっていう感じなんですけど、発売もでやらせていただきます。ということで材料を説明します。発売も大きいの、ちょっと卵黄、ちょっとバター、ちょっと砂糖、ちょっとチョコペン、ちょっと以上でございます。ということで早速さつまいもを砕いていきたいと思います。さつまいもを茹でやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じで抜けました。ここの時点だと、もうレンコンなのか山芋なのかわからないといった状況になっております。早く柔らかくなるように、なるべく細かい方がいいですね。どうせ後でぐちゃぐちゃにするんでね。ここもぐちゃぐちゃでいきます。ハロウィン時期にドン・キホーテでよく流れてるハロウィン曲ベスト3。ハロウィン、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 I can't feel the feeling like I never would have been. Don't run away, don't stop. おまけのおまけのスラリーと息を迎えてはめっちゃ怖いだけど、友達作戦一緒なら探しに行こうよ、ハロウィンスティ。第2位、ハロウィン、デン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 。今ね、ここでポンスク見てくれてますからね。今週もお芋食べる？この長年のね、スイートポテト作り経験から学んでいます。さつまいもは細かければ細かいほど作業が楽になります。火がめっちゃ通るんでね。はい、というわけでね、さつまいもの方が切れましたので、これを耐熱皿に入れて、スレンジベーンってやりたいと思います。こんな感じでね、チンしていきますよ。それでは8分後までスキップ。こちら、温まりましたので、潰していきます。てかさ、料理チャンネルとかやってる人ほんとすごいよね。おい、ここで流すのはね、絶対剣の舞がいいですよ。よーい、スタート。もうほぼ潰せました。で、このね、熱が冷めないうちにバターと砂糖を入れていきます。と入れちゃいます。お芋が甘いから、私はなんか3ぐらいでいいかなって思います。お砂糖、なるべくこの粒がなくなるようにどんどこどんどこやっていきます。うん、こぼれる。え、こんなポロポロだっけ。あ、牛乳も入れます。ちょっとで、卵黄入れていきます。黄身の部分だけ入れるよ。黄身とさ、これをさ、こうやってこうやって分けられる人かっこよくない？はい、こうやって分けられるーつってない、最悪。はい、こういう感じでできましたよ。ねえ、なんか今日光ブス、やーだ。なんでこんなブサイクなの？照明焚いてるからでしょ？照明焚いてるからブサなんでしょ、ね、そしてまた混ぜていきまーす。こんな感じで潰すことができましたー。もう型に入れていきます。こんな感じで、一個一個丸めて、卵黄を上にテカらせるために塗っていきます。つけないんで、手で塗っちゃいますね。卵黄を塗るか塗らないかで、見た目が全然違いますね。お化けっぽいのを描くね。じゃあまず、クモの巣描くね。クモの巣どうだっけ？ただのメロンパンじゃね？それ。クモの巣でーす。次、お化け。ん？どこが何が？うん、お化け。骸骨の顔？そう。お化けなの？これ。あ、分かった。これ鼻の穴つければいいんだ。鼻の穴つければ分かりやすくなる。いや、より普通の人間に。ほら。怒ってる時のあーちゃんじゃん。スパイダーマン？いや、それスパイダーマンや。ハロウィンではねえや。なんでスパイダーマンもその口になっちゃうの？おー、かっこいい。これハロウィンっぽい。クモの巣もう一回やるね。ここにこうやって結ぶ。一旦星だね。おー、クモの巣っぽい。なんかの宗教のマークみたい。え、それコウモリじゃない、クモの巣じゃん。これもクモの巣なの？これもクモの巣なの？目が真っ黒の怖いお化け。いや、超つぶらで超可愛いんだけど。はい、こんな感じでいいです。できました。スイートポテトできたよ。せーの、じゃーん。わー、すごい。食べたいでしょ。食べたい。すごい興味が。一個食べてみようかな。こわこわお化けを食べます。スパイダーマン。普通に美味しい。このチョコレートがまた美味しいですね。食べたそう。君は食べれないんだよ、まだ。うん、普通にうまいじゃん、本当だ。そんな真顔で見つめないで、二人とも。
あ、本当にうまい。かぼちゃじゃない方がいいね。もうハロウィンのイメージキャラクターはこれからじゃがいもにしましょう。さすもらおうか。あ、ちょっと突っ込んであげられなかった、ごめん、ゆくん。じゃあ、ポン君終わりです。おー、終わりです。というわけでね、超美味しかったです。上のチョコレートソースがまた甘みをさらに引き立たせて、すごくいいマッチングでした。というわけで、みんなも作ってみてくださいね。この動画が良かったら、もっとバタバタバタチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。スマートフォンの方はこちらから、パソコンの方はこちらからよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。終わりです。